我が一族の血もまた衰えて、この時に一族の長となるべき若者が西へ旅立つのは定めかもしれぬ。これよりさらに西へ進むと、山の奥のまた山奥に人を寄せつけぬ深い森がある。獅子神の森だ。獅子神の森。そこでは獣は皆大きく太古のままに生きていると聞いた。我が名は明日か。東の果てよりこの地へ来た。そなたたちは獅子神の森に住むと聞く古い神か。古い神がいなくなればもののけたちもただの獣になろう。森に光が入り、山犬どもが静まれば、ここは豊かな国になる。もののけ姫も人間に戻ろう。もののけ姫。山犬に心を奪われた哀れな娘。どくなあ。あなたは山の神の森を奪い、たたり神にしても飽き足らず、その石火矢でさらに新たな恨みと呪いを生み出そうというのか。そなたの中には夜叉が。娘の中には。みんな見ろ、これが身の内に救う憎しみと恨みの姿だ。肉を腐らせ死を呼び寄せる呪いだ。これ以上憎しみに身を委ねるな。森と人が争わずに済む道はないのか。本当にもう止められないのか。さあ、我が一族の娘だ。森と生き、森が死ぬ時は共に滅びる。あの子を解き放て。あの子は人間だぞ。黙れ小僧。前にあの娘の不幸が癒せるのか。罪を犯した人間が我が牙を逃れるために投げ手を下した赤子は三だ。人間にもなれず、生犬にもなりきれぬ哀れに醜く可愛い我が娘だ。我が一族子供と滅ぶとも、人間に思い知らせてやる。